司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。遺言書に書ける内容として、その遺産の処分とか遺産を執行、まあ遺産をどうするかっていうことを書ける内容があります。まずその遺産の処分に関しては、その遺贈といって第三者にこの不動産をあげるとかって書くことができます。また、まあ、慈善団体とか国とかに寄付する場合も寄付しますよっていうことを遺言書に書けます。また遺言の執行って言って手続きをするということがあるんですけれども、その手続きを誰にしてもらえるかっていうのを定めれます。それが遺言執行者っていう人になるんですけれども、まあ、この遺言の内容に基づいてちゃんと自分が亡くなった後にしてもらう人を決めれます。まあ、その例えば遺言執行者っていうのがその時にいなくても、こう仲のいい友達に万が一の時は誰がするか決めてくださいということで、遺言執行者の指定っていうのをその友達にしてもらうっていうこともできます。まあ、詳しくは当事務所にご相談してみてください。ご連絡先はこちらになります。司法書士の重森でした。